皆さんお揃いですね。リンハン様は戦闘指揮中のため、私が代理で来ました。黒曜改造後の戦力比は烈人氏が演算してくれ、そこで今後の対策案を協議したく、ハガードの皆様と。リンハン様は戦闘指揮中のため、私が代理を務めさせていただきます。本日の決定事項は後で私から報告いたしますね。ええ、ではブレビーさん、今後の流れについて。ふんふん。黒曜は各州の四国と連動。黒曜と四国の接続工事は天正閣の管轄だわ。ありがとう、さすがミミさん。今なんて言った？ん？気力様にそう。気にしないで、話の続きを。ふん。うん、じゃあまずは私が技術指導をして天正閣でのノウハウを応用すれば、他の四国の改造も。全四国の改造が終わった時点、最後にオムニアムリアクターを取り付ければ。そういえばこの間のマーラ観測の、やっぱり四国を再起動する時も同じことが起きちゃうのかな。今回は生き餌の数を増やして。同感です。今から各州は地理的に暗闇の被害を、特に改造工事に遅れが出てしまう可能性は懸念点として。道元枯渇まで、もはや一刻の猶予。各州四国の改造を確実にす。ちょうど愚行士にいるドクター・レビリアのところに行かなければならないの。一緒に各州へ赴いてもいいですか？ぜひお願いします。そうと決まれば、ブレビーさんだけまだ細かな段取りを。水州の状況もあまり芳しく、任務に出るときはくれぐれも気をつけて。ありがとう。けどそれはこちらも。二人は吸域にとって大切な恩人だ。どうか怪我がないよう。お互いにね。ご挨拶が遅れました。私は愚行士の長官、遠病と申します。愚行士は暗闇災害を研究する専門機関で、その生物学的特性加えて、我々は戦場で生き餌と連携。今回は四国改造に協力しながら、暗闇研究といえばドクター・レビリア博士が提供してくださった知識のおかげで、タクシューの原玉遺跡を解明できる日も。タクシューの原玉遺跡って？それは口で説明するより。息の牡蠣を通っていきましょう。そういえば遠病さん、来週はいつぶりで？あ、実は公務が忙しくて、あまりタクシーを離れられないのです。玉の外回りがあっても、暗闇の発生地でサンプルを収集するくらいですね。こうした工事でもない限り、黒曜に行ける機会も滅多にありません。私ったら迷子になってしまって、先ほどは助かりました。いえいえ。吸域で生まれ育った私の方が、道案内をしてもらうだなんて、お恥ずかしいところを。
こちらで鄭州に乗ればタクシューに到着です。どうしましたか？え、いえ、ちょっと高い場所が苦手で落ちないって分かってるのですが。落ち着くのよ。震えちゃダメ、震えちゃダメ。長官としてこれくらいどうってことない。全然平気。あの遠慮さん、あまり無理せずに。愚行士の長官が高所恐怖症だなんて。怖くない怖くない。はあ、助かった。一面の霜だい、うん、大丈夫だよ。少しフォラント雪原に。タクシューがこうなったのは原玉遺跡から発せられる元から資源に乏しい地域ではありましたが、その上遺跡のエネルギーによって結果タクシューの大部分が不毛の地と化し、でも危険が多いというのはそれだけ暗い。ドクターレビリアも同じ。我々も来週で遺跡の暗闇エネルギーが、まさか暗闇を強化。それがここの原玉遺跡の力なんだ。封印中の範囲、もういくつか有力な仮説は立っていて、この改造工事が終わったら私にも手伝わせてく。ではタクシュー四国の責任者や、リンハン様が警備を強化してくれたので、ここは安心して通れますよ。防御を緩めないよう予定通り出陣を。あとは私。はっ。リンハン様、四国改造にご協力いただくことになった。リンハン様の予想通り四国改造中は。分かった。では作戦のよ。タクシューの現状はもう遠病から聞いていると思う。いかに大量の暗闇を効率的に倒せる。なるべく暗闇が群れをなす前に一網打尽にしましょう。深淵の渦が拡大する前に。ええ、龍剣閣ではタクシュー各地の観測データをもと、ちょうど先ほど新たな深淵の渦の発生が、場所は原玉遺跡なのだけど出陣命令はすでに出し、皆さんの力があればきっと。す、時間がない。出発の準備はいい？遠病はここに残って住民の避難手配をね。わかりました。you
しましょう。龍剣閣深淵の渦、ぜひ剣の陣を見学させてもらいたいもん。深淵の渦が消えてない、まだ。そしたら一匹残らず葬るまでよ。皆さんのおかげで助かったわ。これならあと避難の手配も済んだ頃だろう。先に本部で炎病とご様は？まだ原玉遺跡で、次の、それと暗闇を倒しても深淵の渦が、やはり。ふむ、リンハン様が戻り、皆さんは無事でしたか？はい、でもだいぶ苦戦しましたよ。時の印の力もだいぶ弱まっています。はい、避難手配は完了しているので。Thank you.
この先が天遊寺です。今避難予定の住民たちが待機しています。天遊寺。ええ、宮域が劣勢に転じてからは実に多くの命が失われました。いつからか各地の寺では集団祈祷が盛んに行われるようになったのです。あまりに大きな絶望感に立ちはだかった時、神にすがりたくなる気持ちはわからなくはありません。天遊寺の住職雄星長老は大変人徳の高いお方です。つかの間の安らぎでも人々が希望を持ち続けられるのなら、我々も戦う意味を失わなくて済みますわ。行きましょう。四国はもっと先です。私ですか？この立場にいるうちはみんなのためにできる限りのことをしたいと思っています。急ぎましょう。装中の住民たち、怪我をしてるみたい。助けなきゃ。もう大丈夫ですよ。暗闇はほとんど倒しました。今から怪我人の手当てをしますので。それなら私も手伝います。みんな無事だといいね。私は周囲を見張っておくわ。初めて見る顔だな。ええ、そうです。君たちも大変じゃな。暗闇のせいでこの年で家を離れて、知らないと。全く大丈夫ですよ。あなた愚行士の人間じゃないの？え、愚行士？見たことある。愚行士の現長官。なんで避難はリンハン様の指示じゃないの？どうしてぐ、あ、分岐様。皆さん、リンハン様の命を受けお迎えに上がりました。暗闇は全て駆除してあるので、避難経路を確保するのに時間がかかり到着。ああ、誤解が解けてよかった。リンハン様直々の采配なら。まあまあ、助けてくれた塩美王様や当然の務めです。ではもう少ししたら。先ほどは申し訳ありませんでした。我々がもっと早く到着していれば。気にしないでください。しかし怪我をしている人々を放っておくわけ。それは愚行士とて。でもさっきの住民たち、何かを怖がっているようでしたね。
愚行士です。愚行士の前長官が南院は暗闇研究の第一人者で、それを彼女は全て売り、そして暗闇側につき研究に深入りするあまり暗闇に取り憑かれたんじゃないかと、我々は南院の研究資料を引き継ぎ、それがかえって愚行士が今も南院と結託。さっきも暗闇が現れてすぐに私たちが駆けつけたので、緊張状態が続いていますし。遠病さんを見ればそんなことないってわかるのに。ありがとう。愚行士の長官になった時から我々の行動が、そして時間がいつか全てを証明してくれると。それに軍旗や玉蘭、林藩様が避難の手配を任せてくれた。それは違います、遠病様。龍剣閣が暗闇の発生を予測し住民たちの避難を実現できたのは、愚行士の研究が胸を張ってください。では後のことは我々生き栄に任せてください。ええ、私たちはこのまま拓州四国へ向かいます。安全みたい。でもまだだいぶ距離がありますね。休憩しますか？いえ、寝不足が続いて少し疲れているだけですから。やはり激務なんですね。いえいえ、みんなの力になれるのは嬉しいことです。もう大丈夫です。急ぎましょう。よし。この有心池は昔拓州随一の名勝でした。かつては旧域中の人が訪れたものです。でも暗闇の侵攻が始まって以来、池の維持管理をする余裕がなくなり、今は一面に氷が張っています。近頃ではもう誰も寄りつきません。着きました。あのエレベーターに乗りましょう。王様、準備はすべて整いました。天正閣のデータは同期済み、生き絵たちもしょっ。では始めましょう。あと少しすればここは暗闇に狙われ、工事中はどうしても四国の防御士皆さんだけが頼りです。どうか四国。わかりました、任せてください。ご安心ください、四国には指一本触れさせ。また世話になるわね。
一緒に来て。ブレビーさん、はい、今改造が終わりました。本部との接続状態は問題ナッシング。ちゃんと再起動できてるよ。オムニアムリアクターの取り付けも完了したし、早く黒曜に戻って記念すべき新時代の幕開けを見届けよう。様、もう一回オムニアムリアクターを点検させて。トラブルが起きたみたいで、黒曜との互換性の問題かもしれない。プロ落ち着いて。ブレビーさん、調査はミミにお願いしました。どうかしたの？理論上はね、四国システムの構築とオムニアムリアクターを、あとはリアクターを起動するだけで黒曜艇も今試したら、なぜかハガードと、ハガードに接続しないと起動で、オムニアムリアクターのような自己適応型のソフト。ゴゾトスはハガード総本部にあるスーパーコンピューター、かつ全オベリスクを制御するエンドポイント端末でね。はあ、今エルリック先生にも手伝ってもらっ、システム的な問題ではなく、リアクター本体ずっと使っていなくて中身が経年劣化。理論上はそんなことないはずなんだけど、人間のために、ああ、先生が言っていた実践はトラブルがつきもの。ふう、やばいやばい、失敗したら去年の論文が水の泡に。経費削減の危機。ふう、もう一回試させて。エルリック先生、
今ゴゾトスのネットワークに接続できたんだけど、起動プログラムがまだ。あ、やった、起動できたよ。今のうちに黒曜起動。全部正常値だよ。マーラの時空固定座標を特定。オムニアム抽出。取られた可能性が高いです。一体誰が何の目的で。後で吸域に行って原因を調査してくれ。はい。黒曜の改造を実現できたのはひとえに皆さんのご協力のおか。時の印への供給も安定していますし、もう道源が枯渇する心配。いよいよ吸域が攻勢に転じる時です。人球の観測記録によると、原玉遺跡の暗闇を倒して以来、他の州でも同じような効果が期待できるかもしれません。被害状況を顧みて先に各州への出兵を要請します。遺跡の力さえなくなれば、術軍近地での調査、術軍の災いの真相も明らかになるかと。ここは私に。確かに術軍近地なら何人の居場所の手がかりも見つかりそうで。でも各州の原玉遺跡は特殊です。吸域の新しい希望になるのなら試す価値はあるかと。貴玉様、私も今回の作戦に参加します。エクセキューターさんとシャーリーさんも遺跡での戦闘経験が。どうか今回も各州で皆さんを支えていただけないでしょうか。わかりました。では今から各州の原玉遺跡に入り、各自で準備を整えてください。いよいよ吸域が攻勢に。この度はありがとう。二人をこんな危険に巻き込んでしまって。暗闇は我々の共通の敵です。リンハンさんの力に慣れてうる。ええ、私は白虎本部に戻って、残りの先に愚行して待っていてくれるかしら。
りなさい。時の印が復活しています。はい、危機は去りましたよ。はあ、よかった。戦闘が正直タクシューが足を引っ次の作戦は決まったので、タクシューの原玉遺跡で高位の暗闇を、それを提案したのはリンハン様ですよね。わかりました。愚行士も全力で協力します。原玉遺跡の暗闇を倒せばようやくこの日のために、愚行士はずっと術軍禁地の、どうして遺跡ではなく術軍禁地が本命なんだ。その術軍で起きた事件が何位、リンハンさんが術軍の災い、うん、よければ。あれは全球域を震撼させた事件でした。8年前、愚行士の長官だった南院は、タクシューに当時の球域は外界から遮断され、それでも人々は決、だから南院も人球の前の主楽様に、術軍禁地の暗闇は大変危険です、中を探索、反対意見もありましたが、楽様は結局、しかしみんなの期待とは裏、その後貴玉様が神宮の主の座を引き継ぎ、なんと3年前に暗闇を引き連れた南院が、南院のことを最初から裏切り者だったという人もいます。実際彼女は誰よりも暗闇の研究に没頭し、しかし当時の状況は不明だし、リンハン様は南院と親しかったので。そんなことがあったのですね。術軍禁地に行けばきっと有力な情報が得られる。タクシューの原玉遺跡に関する資料は愚行士の指導か戦いに役立ててください。資料室に案内しますね。遺跡の特徴は大体理解できました。今までと違って今回は我々の方から封印を、ええ、封印を破った暗闇と戦う。ふむ、どんなデータが取れるか、全部暗闇を討伐したら遺跡の中を調査させてもらえないかしら。遺跡の封印原理も気になりますね。エネルギーを閉じ込める構造かしら。原玉の地、あ、すみません、面白そうですね。ちゃんと取り合ってもらえた。もちろん皆さんの任務の状況も鑑みて。では話に戻りますね。先ほどの資料から、原玉遺跡の封印は前任の四英士が施し、それを解除するには現任の四英士の、確かこのことは貴玉様も承知の上かと。皆さんお揃いね。新しい伝言を預かったわ。遺跡の封印を解くには4人の英主の協力。私が遺跡にいる間、タクシューはあなたに任せ、はい、全力でが、タクシューの遺跡は危険なので、愚行士の資料によると遺跡の仕掛けを動かすと暗闇が引き寄せられてくる。ラン、あなたにお願いできないかしら。任せて。うん、では行こう。
始めましょう。私たちをやっつけたくてしょうがないんでしょ。私もよ。Yeah!
ランさんの手当ては終わりました。大きな怪我ではなかったのですが。そう、安心いたしました。手当…ナインが奪ったクリスタルポーラーはこれで二つ…クリスタルポーラーは莫大な暗闇エネルギーを含む。この様子だと残りの二つも狙われる。目的が何だろうと、もう彼女の好き勝手。気玉様、一度形勢を逆転するには先…ええ、それも一つの手ですが、今はまだ。今日は結果を急がず、一度対策を立て。えい！今日はありがとう。いえ、吸域のためにしてくれた全てに、この50年間戦いの道のりは多くの犠牲が払われ、もうほとんど打つ手がない状況。それでも我々は諦めず、あなたたちが現れよ。みんなで力を合わせていけば、きっと真の平和は訪れますよ。うん、だけどそのためには術軍禁地はその第一歩ね。吸域の未来のために、そして術軍の災いの真相のために、今度こそ彼女と決着をつけなければ。